太陽系の第三惑星地球、水と空気に守られた生命の星である。我々地球人は今や巨大なスペースコロニーを建設するほどの科学力を獲得していた。人類は宇宙時代を迎えようとしているのだ。だが大宇宙には我々地球人のまだ知らない多くの謎が存在しているのだ。この宇宙の裂け目、虚構もその一つである。この虚構の中に宇宙犯罪組織マクーの本拠があるのだ。我々マクーは地球を植民地化し、犯罪に満ちた惑星にしなければならない。人間どもから善なる心を奪い取り、悪魔の魂を植え付けるのだ。奪えるものは何でも奪え。そしてスペースコロニーを血祭りにあげるのだ。シャコモンスター、シャシャ。東京地底の海洋祭。銀河連邦警察の宇宙刑事ギャバンは特命を受け、地球を目指しバード星を飛び立った。すでに始まっているマクーによる秘密基地建設を阻止するのだ。急いでくれ。はい。それから我々を裏切った元宇宙刑事のハンターキラーと名乗る男には十分気をつけてくれ。油断するなよ。あの星は母のふるさとでもあります。マクーの勝手にはさせません。地球に到着したギャバンは早速調査を開始した。ちょうど同じ頃、 UFO を目撃した幼稚少年はマクーの秘密基地に迷い込んでしまった。急げギャバン、マクー基地から少年を救い出すのだ。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。了解、コンバットスーツ点灯します。
ギャバンめ、魔空空間に引きずり込め、地軸転換装置を作動せよ。ノンホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン、チュー、こい、チュー、行くぞ！来い！陽一を助け、アバロン乗馬クラブで働くことになったギャバンは、母の姓をもらって一乗寺レスと名乗った。かくして宇宙刑事ギャバンと宇宙犯罪組織マクーとの熾烈な戦いの幕が切って落とされた。乗着せよ宇宙刑事ギャバン。マクーはダブルマンとモンスターを合体させて、より強力なダブルモンスターを作り出すため生体合体装置を完成させてしまった。誕生したダブルモンスターと対決したギャバンだったが、あまりのパワーの強さに勝負をつけることができなかった。ダブルモンスター出現の事態に対し、コム長官は自らギャバンを鍛えるべく急遽地球へ向かった。打ち込みが甘い。もっと先にパワーを集中するんだ。はい。愛と悲しみの別れ、とどめの一撃。さあかかってこいギャバン、遠慮はいらんぞ。行くぞ。もっとひねりを加えるんだ。うわっ、スナップを効かせろ。
その調子だ。ここだ。よし、ここだ。いいぞ。よし、よし、そこまで。今のを忘れるな。よし、いいだろう。よくやったギャバン。その頃、UFO 探索のため牧場を訪れていた大山小次郎は、牛を襲っていたサイダブラーと鉢合わせ、絶体絶命の危機に陥っていた。走れ小次郎、サイダブラーから逃げ切るのだ。グヒー、このなパワーを持つダブルモンスターサイダブラー。ギャバンはコム長官の教えを胸に、今まさに命がけの決戦に臨もうとしていた。この子供たちを見るのもこれが最後になるかもしれない。それを止めようとしていたミミーは、しかしその思いを胸に秘め、無事を願うお守りを列に渡すと、一人静かに見送るのだった。帰ってきてね、必ず帰ってきてね、ギャバン。来い。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。了解、コンバットスーツ点灯します。Yeah!
刑事ギャバンめ、魔空空間に引きずり込め。地軸転換装置を作動せよ。ドン・ホラーは地軸を操りブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン！チュー！生体合体装置を我にあり。次々と最強のダブルモンスターを作り出してやる。ギャバン、今にとどめを刺してやるぞ。命を懸けた一つの戦いが終わった。レツは再び子供たちとサッカーを楽しむことができた。だがマクーはいつまた牙を剥いてこないとも限らない。その時は頼むぞレツ、乗着せよ宇宙刑事ギャバン。ミミィは凶暴なダブラーにコンバットスーツを引き裂かれ、破れ去るギャバンの夢を見た。警告を受けるギャバンが、しかし半信半疑のまま地上パトロールに向かってしまう。悪夢に悩まされ続けたミミィはついに疲れ果て倒れてしまった。ミミィ、ミミィ、ミミィ、ギャバン、帰ってきてくれたのね。また夢を見ていたのか。ねえギャバン、バード星へ帰りましょう。私怖いの。夢はあくまで夢さ。それより俺は母さんのふるさとでもあるこの地球を守りたいんだ。ミミィの悪夢か。吠える切り裂き魔獣。